こんにちは、一平です。今日の動画はですね、営業マンが自分の数字やですね、行動を比較する相手はどこに設定するべきなのかというですね、動画を撮っていきたいなと思います。比較する相手、なかなか難しいテーマですよね。まあ、不動産に関わらず営業していると、こう、数字の目標を立ててですね、この人よりは売りたいですとか、先月の自分のこの数字は抜きたいとか、いろんな目標を立ててですね、進めていくかなと思いますけども、その時に皆さんは今月の自分のですね、数字、まあ先月でもいいですけども、出た結果とですね、何を比較してできたのかできなかったのかというところですね、判断したかというのですね、考えてほしいですね。これ目標を立てる段階では、大体皆さん上の人、自分よりもできる人だったりとか、自分よりもこう数字、結果を出している人をですね、この人に追いつきたいですとか、この人に一度でいいから勝ちたいといってですね、目標だったりとか、行動の指針立てていっているはずなんですけども、大体の人がですね、最終的には自分よりもできない人、できてなかった人をですね、比較対象に挙げて、この人よりも自分はできていた、だから大丈夫でしょうというふうにですね、なってしまっている人がいます。結構多いんじゃないかなと思いますね。営業はですね、あくまで数字だったりですとか、お客様の満足度だったりとかですね、こう何か一つ、まあ、ないしは二つをですね、こうどこまで高めていけるかっていうところをですね、追求していくべき仕事ではあるんですけども、数字が結構大きく乗っかっちゃったりとか、まあ、自分のメンタルなかなか保てないとですね、誰々よりはできているから自分は大丈夫なんだみたいな、この人は自分よりやってないからダメな人で、ダメな人よりもできているから自分はできる人なんだみたいなですね、こう丸か×かみたいな感じでつけてしまう人がですね、たまにいるんですけども、そこはですね、まず間違いですよというところですね、覚えておいていただいて、自分の比較する場所、自分の数字を比較するポイント、ここはですね、必ずスタート地点に作った自分の目標値、この目標値とですね、最後に終わった結果、これを比較してできたのかできてなかったのか、やったのかやらなかったのか、ここにですね、ちゃんとフォーカスを当ててやっていくというのはですね、営業マンとして伸びれるのか伸びれないのか大きな差になってきます。少し見方を変えてみるとですね、例えば、まあ、どうしよう、賃貸なんで、例えばこう、200万円の、売り上げを目標にしますよと、一月終わってみて、100万円しか売れませんでしたと。で、100万円しか売れなかった時に、どう考えるか、というところですね、すごく重要になってきます。自分が200万円で立てた目標に対して、50%、100万円ですから半分ですね、50% しか達成できなかったんで、自分に何が足りなかったのかと、反省できる。次につながる人ですね。この人とですね、90万円しか売れなかった人を見て、この人よりは自分は10万円も多く売っているから大丈夫でしょと、思ってしまう人、目標を達成できなかった人の中にはですね、この2つに大体ザクッと分かれます。まあ、今の話自体を聞くとですね、いや、そりゃ前者でしょと。後者になることなんてないでしょみたいな、ふうにですね、思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、意外とですね、1ヶ月間終わった時に、あ、自分のここがダメだったなと、1ヶ月間の目標、月の頭に立てたものに対して、こういうプロセスが足りなかったな、とですね、なる方、僕が今まで知る中で 5% もいないですね。ほとんどの人が、あ、もう過去のことは忘れますと、今月頑張りますみたいな形で、こう、いや、過去のこと忘れてもいいけど、前できなかったこと今回できないだろみたいな感じで僕とか思ってしまうんですけども、まあ、忘れたいんでしょうね。まあ、なかったことにして、次頑張りますみたいな。まあ、精神論的な部分でですね、落ち込んでしまうよりかは、まあ、忘れて次に進むというのはですね、いいことかなと思いますけども、実際ですね、自分の能力というところで言ってしまうと、今までできなかったものが、ある日突然できるようになるということなんてですね、まずまずないわけなんですね。ということは、先月、今の自分の履歴を振り返って、そこでできなかったことは、あ、自分はこれはできないんだと。これをやるためには、自分はこういう訓練だったりとか、こういう練習が必要だと。
で、そこに対してしっかりこれだけの時間を割いて、こういう風に進化していかないと自分は成長しないよね、という風にですね、なっていかないと、なかなか進歩していかないのが営業というものになりますので、この動画聞いていただいてですね、いや、まあ僕は別に今のままでいいよ、だったりとか、そういう方はですね、今のままでいていただいてもですね、全然構わないかなと思いますけども、この動画を見ていただいてですね、あ、もしかしたら思い当たるかも、自分そういう風になってたかも、というふうにですね、思えた方はですね、まだまだこれから伸びる要素がですね、ありますし、伸びしろも全然たくさんあるかなと思いますので、今日今からでもですね、改善していただいて、一人でもですね、多くの人を幸せにできる営業マン目指していただけたらなと思います。今回ですね、短いですけども、このあたりで終わりたいなと思います。よかったらですね、高評価ボタンですとか、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションもだいぶ上がりますんで、ぜひぜひですね、お願いしたいなと思います。あとですね、概要欄にブログですとか、ツイッターのアカウントですね、貼ってありますんで、よかったらですね、見ていただけると、嬉しいです。それではまた、一平でした。バイバイ。